今日はあの映画森の村ぶり、インドシナ最後の、狩猟民、というあの映画のですね、金子優監督、それから出演者で、言語学者の、伊藤優馬さんの方に、インタビューをさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずですねどんな話かというか、話というか、これまあドキュメンタリーなので、あのストーリーというものがあるわけではないと思うんですけども、あのどういう趣旨の作品なのかというのはちょっと監督からおっしゃっていただいてよろしいでしょうか。はい、まあ伊藤さん、僕があの、はい、アプシャポン・ウィラセタ郡というタイの監督が好きで、はい、でタイの北部をね結構旅してたんですよ、はいはいはい、その時いろんな少数民族の村に行ってたんですが、はい、最も原始的な生活をしていた村ぶり族を探しに行ったんですね、はい、ほう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 。でやっとこさっとこうその村までなんとか行ったら、はい、そこに日本人がいたんですよ。あ、そっからですか。はい、はあ。それが伊藤優馬さん。はい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 、もう15年近く村ぶり語を研究している人で、はい、で彼から、どうもラオス側に十数人、まだ21世紀のこの時代に森の生活をしている、うん、ノマド生活をしている人たちがいると、うん、でそれがまだ写真でも映像でも撮られてないって言って、うんうんうん、それを撮りたいなっていうことと、ラストシーンで、まあ、あんまりたくさん言えないんですけれども、はい、村ぶり族同士がまあ人食いだと言って、はいはいはい、いがみ合っちゃっていると。でもそのままだとまあ滅んでしまうので、うん、お互いを合わせ引き合わせてね、融和を図りたいということを伊藤さんがその2つを教えてくれて、うん、じゃあそれを軸にもう映画にしましょうということで完成した作品がこれですね。なるほど。ということは、村ぶり族のことは監督ご自身は一応、まあ、ご存知だったというか、まあ、たまたま伊藤さんと出会ったことで、はい、この作品が生まれたというかという感じなんですね。そういうことです。なるほど。ほうほうほう。あ、じゃあもともとそういう少数民族とかそういうのに出会ったりあのするのがお好きだったというか興味があったということですか。監督ご自身。そうですね、まあ、映像作家もやってるんですけど本も20冊ぐらい書いてまして、うん、はいはい、その中で文化人類学とか民族学の文章を書いてまして、はいはい、なるほど。僕が得意なのは沖縄、奄美と東南アジア。はいはいはい。で村ぶり族についてもベルナツィークっていう人が黄色い葉の精霊っていう本を書いていて、はい、まあ、昔の生活はしてたんですね、はい、でもまあ今どうしてるかなと思って探しに行ったところ、うん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 、村ぶり語学者に出会ったと。なるほど。あのちなみにその、伊藤さんって今おいくつでいらっしゃるんですか。今35になります。35で、あの、はい、なんで村ぶり語を研究してらっしゃるんでしょうそうですね、学部の頃から僕は村ぶり語を経験始めたんですけども、はいはい、大学生の頃から、はい、というかもう 10年以上研究してらっしゃるということなんですよね。そうですね、もう15年ぐらいになりますよね、はいはい、結構だから現地の人とあのコミュニケーション普通に取られてましたもんね。村ぶり語も喋れます。はい、はいはい、まあ、きっかけっていうのは、うん、その僕が村ぶり語に出会ったのはですね、はい、大学の人類学の授業で、はい、で村ぶりの映像を見たんですね、はいはい、まあ、テレビ番組でウルルン滞在記って言うんですけど、はい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 、昔ありましたね。ありましたね、はい、まあ、それで村ぶりが紹介されてて、はい、で、村ぶりはそこで、まあ、村ぶり語の響きを、はい、まあ、聞いてですね、はい、でそれ綺麗だなと思って、で当時指導教官だった先生に言語をちょっと調査したいですって言ったのがきっかけです。なるほど。見てて思ったのは、あのタイとラオス の村ぶりって全然扱い違いますよね。国内でその住民の方とのコミュニケーションの問題なんかなんかよくわからないんですけど、ラオスの村ぶりの方が割と厚遇されてるような気がしたんですけど、それってどうなんでしょう。あのタイ側はまあ2、30年前までは森の中に行ったんですけど、はい、今定住して、はい、お金が必要なんですよね、定住しちゃうと。そうですよね、はい、だから日雇い労働しなきゃいけないんですよ、はい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 、門族の畑、トウモロコシ畑とか。そうですね。そうするとまあお金はない人たちなので、うん、まあ、最下層になっちゃうんですよね、はい、タイの中で、はいはいはい。ラオス側はお金を使ってないので、うんうんうん、あのそれ以外の、まあ、交易、はい、交換をしたり、はい、
あと労働をしないんですよね。ね、あの森の中にあるものを集めて食べたり、はい、掘ったりする人たちなんで、はいはいはい、非常にその共同体みたいなのがまだ生きてて、そうですね、村に降りてきてもまあ物々交換するんだけど、うん、何も持ってこなかったよって言ってもラオス側の人たちがまた昔ながらの共同性を持っているのでじゃあ寝てきなとか、はい、米持っていくかとかですね、あのタバコ持ってけとか、はいはいはい、厚遇なんですけど、それがむしろ当たり前だったんですよ。なるほどなるほどなるほど。貨幣が発生する前、はい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 、共同それが残ってるっていう感じですよね。あ、だから国柄の問題っていうことになるんですかね。文明の発達段階の問題なんですかね。ああいうその誘導段階とか狩猟採集民がいっぱいいた頃、ダンスの人たちもなんかそのまだ焼き畑農業とかやってるので、うんうん、縄文時代的な農業スタイルに近い。なるほど。はい、考え方が非常に近代化されてないんですよ。ちゃんとその貨幣以外の価値で人を見て、はい、一緒に暮らしていくっていう生活スタイルが割と残ってるってことじゃないですかね。なるほど。まあ、でも確かに何て言うんですかね、いろんな文化的なことで言っても、あの、まあ、タイってなんだかんだ言いながら割と都会化していってるというか近代化していってるというか、そういう側面があって、ラオスの方が。あのタイの古い文化が残ってる的ななんかものってありますよね。確かありますね、はい、あのだからあの僕は格闘技好きなんですけどあのムエタイってあのタイの国技って言われてますけど、ムエタイのもう一つ元になってるようなやつがラオスの方であったりとか、ああそうですか、あのもうえげつない、あのなんかあの馬の皮であのバンテージ作って、そこになんかガラスの破片とかくっつけてどつけるみたいなむちゃくちゃな格闘技があったりとか、それラオスの方に残ってるらしいですよ。まあまあ、あのだからそういう意味でも割と、古き良きなんかあの辺の文化みたいなのがラオスの方が残ってるのかもしれないですね。バンコクでムエタイを見に行くと、はい、大抵出身者はタイの東北部の人ですね。あ、最も貧しくて、はいはい、言葉が違うんですよ、はい、うんうん、あのイサン語って言ったり、はい、あるいは北タイ語っていう言葉で別の言葉喋ってて、うん、実はそのイサン語や北タイ語ってのはラオ語に非常に近いんです。まあそうですよ、国境付近 の人たちの言葉って、まあね、当然その国境って分かれてるけど、その辺の人たち交易とかやってたりとかするが、割とあの通用する言葉を使ってるというか、近い言葉を使ってることはあるんでしょうね、きっと。もともと同じ文化圏の人なんですね、はいはいはい、ラオ系の。でもあのその人たちは都会に行くとバンコクに行くとむちゃむちゃ馬鹿にされるんですけど、うん、田舎に戻るとそのバンコクにはない、はい、昔ながらのなんか良さが残ってる。お金がなくてもお互い助け合う、はいはいはい。まあ、だからその辺もちょっとその、ラオス側 その村ぶりの生活の中にちょっと見受けられたというか、うんうん、なんかそんな気はしますけど、僕もその前半タイ その村ぶりの生活がメインだったと思うんですけど、で後半ラオス側行って、あのキャンプの人たちの旦那と嫁が喧嘩してるけど、周りの人たちは割と普通にこうなんかあのご飯は融通し合ってて、であんたにはあげないとかって言ってんだけど、お母さんから回ってくるみたいな、なんかあのすごい面白い関係性が見れたなと思って、あの非常にこうなんかあの和やかなあのキャンプだなと思って見てたんですけど、はい、まあ、結婚制度みたいなのもね、僕たちは法律化されてて、はい、家と家同士とか、はい、国が承認するとかねあるけれども、村上の場合は焚き火を囲んでね、一緒に 寝起きしてれば、はい、それで結婚や家族っていうことなので、あのバナナの葉っぱの家に一緒に住み始めたら、それでもう周りは2人は結婚したっていう。認められるから、バラバラに住んだらもう離婚なんですよ、自分が別に立てちゃえばいいわけです、はいはい、まあ、村上の人はもう、生涯に何度も、うん、結婚したり離婚したり、はいはいはい、繰り返すので、はいはい、非常にシンプルですよね、僕たち。まあそうですよね、はい、社会に比べたら なんか間に何かが介在するとかじゃなくて、もう自分たち同士の間柄で何かが決まればもうそれで OK っていう世界ってすごいシンプルですよ。愛がある間はまあ結婚してるとかね、はいはい、好きじゃなくなったら離婚するっていうことが可能なわけですよね。あのだからあのほら、ミニさんのお母さんが、
で リーさんが息子の嫁元嫁になるんですかね。はい、彼女の言ってたことがすごく面白くて、あのなんかあの村から来たあの男の人かっこいいと思うんだったらあのお母さん寝ちゃいないよみたいなことを言ってるっていうのがすごい面白くて、であの寝ちゃえばいいんじゃないみたいなことを普通に平気で言ってるっていうところがめちゃくちゃ面白くて、なんかあそういう価値観なんだなと思って見てたんですけど、はい、まあ、日本の場合はだいぶいろんなその文化的あれが違うからあの違うんだろうけど、でも、まあ、確かに縄文期とかそっちぐらいまで行けば似たような感覚で生活してたのかもしれないなと思ったりしましたね。確かになかなかその僕らがあの今その、まあ、文明社会の中にいるっていうとなんかすごく上から目線で言ってるようで嫌なんですけど、あの今僕たちがいる環境と違う環境で暮らしていらっしゃる方 の価値観を覗けたっていうのはすごく面白かったなっていうのは思ったんですけど、これただその どうなんですかね、その僕ドキュメンタリーってすごい僕難しいと思っていて、あの、まあ、劇映画も劇映画の難しさはあるんですけど、ドキュメンタリーの難しさってすごくあると思うんですよね。で例えばあのなんか狙いすましてこれを撮ってやろうと思って行ったりとかしたはったんですかね。どうなんでしょう今回のやつに関して。今回はそうあまりないんですけど、はい、一つはもともと伊藤さんはあのコーディネーターっていうか、はい、通訳っていう感じで、はい、スタートしたんですよね、企画時点で、はい、で僕がまあ村部の人たちを撮っていこうっていうことだったんですが、はい、フレームの中に伊藤さんが入ってきた方が面白いぞと、うん、っていうのはあの村部の人たちが本当にラオス側にいたとしても非常に数十キロにわたる森の中にいるので、はい、会えるかどうか分かんなくて、うん、その探しに行くプロセスって、いろんな人に聞いて実際に村に行ってみて、そこでばったり偶然株の井さんっていうダメ旦那に出会えたわけなんですが、その沢口さん天体じゃないけど、はい、探しに行くプロセス自体を映画の中に入れてみたら、はい、割とその編集としてうまくいったっていうか、あそれはそうでしょうねきっとね、うん、はい、あのそうなんですよね。だからこの作品で一番ポイントなのはおそらくその どの視点で見てるっていうか、まあ、ドキュメンタリーってどれでもそうだと思うんですけど、あの普通第三者視点みたいなことは言いますけど、今回のこの村ぶりを探しに行くみたいな話の場合、誰が探しに行ってるのかが分かんないと感情移入しにくいというところが確かにありますよね、見てる側としては、はい、だからそういう意味では途中からあの伊藤さんが出てきてあの、現地の人と会話されてるっていうのがすごくあの、まあ、見やすいというか、はい、あのあそういうコミュニケーションを取って、探って現地まで行ってんだなみたいなところはすごい分かりやすかったですね、そこは、はい、それが後半では伊藤さんがあの、はい、人食いだって言い合って村部の人たちを説得して、まあ、お互い100年ぶりに再会してもらうっていう、はい、あの構成につながったので、はい、まあ、割と非常に前半と後半が綺麗につながるようになったんですよね、はい、うんうん、やっぱあれですか、あの国が違ったら村ぶりの言葉ってだいぶ違ったんですか。あ、違いますね。なんかあのラオス側行かはった時に割とあの語彙を確認しながら喋ってらっしゃったじゃないですか。あ、これは何々っていう意味なんだねみたいな確認しながらこう喋ってらっしゃったんで、うん、あのあやっぱだいぶ違うのかなみたいな感じで見てたんですけど。そうなんですよね、その、まあ、方言って呼ばれてるから、はい、まあ、大体似てるところも多いんですけど、うん、村ぶりもの方言ってその基礎的な語彙まで全然違う形だったそうですね。例えば、まあ、鼻とか目とか、はいはいはい、うん、そういうのって日本語で大体一緒じゃないですか、はい、方言でも、うん、でも村部用とも全然違う言い方されてて、そういうことを合わせるとなんか日常会話が通じにくかったりするんですね。そういうのはちょっと、まあ、言語学者の僕としてはすごく面白いなと思っているところです。でもあのなんか村ぶり語を村ぶり族がもう使わないみたいなこともあるみたいにちょっと描かれてましたけど、だいぶ村ぶり語自体が廃れてきちゃってる感じなんですか。ラオス側ではもうほとんどそうですね。若い方は全然喋れないんで。ああ、なるほど。ただタイ側はもう結構みんなお話できるので、うん、これも、はい、うん、だからちょっと場所によって方言によって状況が違うっていう感じで
ます。なるほど。逆に誰かもしれないですね。あの社会への溶け込み具合で言葉の溶け方が違うかもしれないですね。そうですね。うん、大河はあの森の中に住んでた人たちが400人ぐらい集まって、うん、同じような場所でコミュニティを作っているので、はいはいはい、まあ、意識的に村ぶり語を残してこう喋ろうってことで、うんうんうん、定住化してね、はい、代わりにそのまとまりがあるんですけど、もうラオスから十数人しかいないので、はいはい、ラオスの中の十数人ですから、ね、ほとんど村ぶり語を使う機会がなくなっちゃって、ね、ラオ語を喋ってるんですけど、うん、ただ伊藤さんは15年も村ぶり語やってるから、はい、ペラペラなんですけど、はいはいはい、ラオスに行ってちょっと上の中年の人たちに村ぶり語で話しかけると、うん、彼らは村ぶり語を思い出して、うん、あの彼があそこに行くことによってこう村ぶり語が活性化されて村ぶりの人たちが村ぶり語を思い出すっていう、なるほど、転倒したこういうシチュエーションが生まれてるのが面白かったです、はいはいはい、あ、すごいな、すごいですね。なんか日本人が村ぶり語を教えてるみたいな話になるんですよ。本当だ、はいそういう意味でその場面を切り取っているという意味ではこの、 あの映像というのはすごい価値がありますよね。はいはい、ってことはその今回その、制作されるにあたって特に これを描こうとかっていうので行ったんじゃなくてその探していく過程をとりあえず収めるみたいなところでまずは始められたという感じなんですかね。そうですね、まあ、ドキュメンタリーって本当そうですけど、うん、あの自分が直面するいろんな出来事にこう、うん、敏感に反応してってね、じゃあこうしたらこうなるかなっていう感じで、はい、まあ、もちろんその演出まではいかないですけど、はい、いろんな働きかけをしていってね、はいはいはい、でも伊藤さんはもうジャングル行かなくていいとか言ってるんだけど、あ、そう、彼は言葉を集めればいい人なので、はいはいはい、村でラオス側の村部に出会えたから、はい、それでこと足りちゃうんですよ。なるほど、はいはいはい、僕はジャングルに行かないとやっぱり絵にならないよね。そう、結構じゃ あのジャングル行くの嫌だったんですか。いやだって映像見ても分かんないんですけど。いやいや見て分かりますよ。僕はもう軽く監督に一応開口一番僕は行きたくないって言いましたから。しかも雨降ったら帰ってこれないぞ。はい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 。だからラオス側の、 あの八重地の話が出てきた時にあのなんか村の人がなんかすごい遠いとかってなんか言ったあったじゃないですか。でどれぐらい遠いのって聞いたら3時間って3時間か微妙やなと思って俺も聞いてたんですけど、でもその日は断念しましたよね。その日じゃないですか。じゃないですよね。あの翌日か翌々日か分かんないですけど、そのあの万端整えてから出ないと動かなかったですもんね。そうです、そうです。で行ってもあのわけのわからないの竹 の、 あのまとめただけの橋とか渡らされるし、はい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 、川の中はあの進まなかんしみたいな、まあすごい場所でしたね。あれね、あの八重地って言っても、はい、あの割と湿地帯じゃないですか。あれで一番 あの村から近いところなんですけど、はい、まあ、その倍6時間はかかりましたし、あやっぱそうなんだ。あの獣道のね道がついてないところあの村部のおばちゃんにくっついて、はい、行きましたし、はい、まあ、ラオ人のガイドっていうかね、はい、がいたから、まあ、テント持って一緒に来てくれたけど、はいはいはい、彼らがいなかったら帰ってこれない。あでしょうね、はい、そりゃそうですよね。撮影の終わり頃には村ぶりたちが、うん、この後太陽に向かって歩くとかって言ってるんですけど。いや言ってた言ってた言ってましたね、はい、これついて行きたいけどついてったら大変なことになる。遭難するなっていうんで、まあ、引き返してきたわけですけど。なるほどなるほど、本当にすごいですよね。そういう意味では彼ら森の中でそうやって時計もなくコンパスもなくですよ、ね、Google マップもなく暮らしているわけなので、はい、でもちゃんと八重地に帰ってくるんですよね。あのぐるっとなんか点々としてまた回ってくるみたいですね。はで芋とか魚とか、うん、まあ、小動物とか取り尽くしちゃいけないんですよ、飼料最新、うんうんうん、取り尽くす前にこう移動して、はい、またそれが戻って復活する頃にまたこう帰ってくるっていう生活なので、本当にあれですね、あの何でしょう、その本で出てくるあの縄文時代の狩猟採集生活というかそのまんまですね。今やってるんですよ。はあ、すげえな。でも片ややっぱタイ側の村ぶりの人は村ぶりの生活を再現、この写真とかが多分そうだと思うんですけど、村ぶりの生活を再現してもらったっていうあれで。一応再現はしてもらってますけど、今全然やってないんですよね。
あ、いや、再現とは言いつつ、はい、まあ、彼らも提示はしてるんですけど、はい、あのこうやって芋掘りもしますし、あ、やってるんですか、あのハンティングも行きますし、うん、あのだから僕らだってキャンプしたり、はいはいはい、ね、あの猟銃掘って出かけたりするので、うん、まあまあ、あえてやってもらったので、まあ、書いてるというか、なるやらせになっちゃいけないですけど、ね、そりゃそうですよね、はい、こちらからお願いしてるという、はい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 、まあ、普段からの生活の中で森に行ってちょっとしばらく過ごしたいっていうのはあるんです。すごいですよね、あの裸足であのジャングル の, あの草の上と か, なんか 木切れの上とかバリ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 言いながら歩いてますよね、あの人たちすごいなと思って、あれは絶対俺真似できへんなと思ったんで、ちょっとこれきついよなって、だから伊藤さん行きたくないですよね。話してもいいだしね、まあ、帰ってこれるだったら全然行くんですけど、あ、はい、え、そのちなみにその撮影中で一番困ったことって何だったんですか。そうですね、やっぱあの水と食料ですかね。ああ、それは大変だ、確かに。まあ、伊藤さんは村ぶりと同化してるのでバナナの皮の上に寝たり、はいはいはい、川の水の一緒に飲んだりするんですけど、はいはい、やっぱ怖いじゃないですか。まあそうですよ、それなりに、はいはい、慣れない人間で、はいはい、なので僕はあの重い水を持ち歩いたりとか、あ、はいはい、まあ、村ぶりのご飯も一緒に食べましたけど、うんうん、食べないとやっぱ撮影させてくれなさそうな雰囲気があったの で, で,、ね、うんうん、でまあすごいやっぱ、それなりにやっぱ手とか汚れてるので、はいはいはい、手を買ってくれるわけじゃないですか。そうですね、やっぱ食べなきゃいけないし、はいはいはい、まあ、映像になってないですけど、はい、ラオスの村ではあのトッケっていうオオトカゲの料理を食べました、ね、はい、おー、オオトカゲ、トカゲをね、なんか緑のトムヤムスープみたいなところに入れて、はい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 、食べて、まあチキンみたいなんですけど、はい、やっぱりその黒い皮がちょろっとっなん、トカゲらしいのがついたりとかね、はいはいはい、まあ虫も食べるし、いや、そうです、まあやっぱ食事がやっぱ困りました、ね、なるほど、そりゃそうです。でも僕らも見てて一番気になったのはバッテリーどうなってんのやろってすっごい気になったんですけ ど, なるほど、ジャングル入っていったらバッテリーってあれですか、太陽電池とかでやる感じですか。太陽電池は持ってこなかったんですけど、はい、一応その、まあ、電源はもちろんないので、はい、乾電池をたくさん持ってって、あ、乾電池からビデオのバッテリーにこう、なるほどなるほど、充電できるような形でなんとかやってましたけどね、はい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 、それはそれででも大変ですよね、重たいから。だからこう、うん、取るとこは決めていかなきゃいけないので、うんうんうん、ここでこれが起きるだろうっていうふうに取っていくわけですけど、はい、まあラオ語も村ぶり語も僕はちょっとわからないので何喋ってるか分かんないで取らなきゃいけないってなかなか大変ですよね。まあ何言ってるかが伊藤さんがまあ通訳してくれるんですが、はいはいはい、まあ、その瞬間っていうのはこうでも分かるんですよね、言葉分かんなくても、うん、身振りや手振りや状況で、はい、おそらくだから言語っていうのはこの言葉だけじゃなくて、はい、いろんなそれ以外の情報によってこう成り立ってる、で何言ってるか分かるんですよ、分からないんだけど、なるほど、だいたいこうだろうなってこうパンしてるとね、はいはいはい、あ、やっぱり夫婦喧嘩だったんだなっていうのが後で翻訳してもらって、はい、はっきりと分かるんですが、はい、不思議ですよね、撮影行為っていうのは。まあ、だからなんか人間のこの何でしょう、その表情の作り方ってあのそんなに近くないんだなって思いましたね。だからあの言葉は分かんないんですけど、あの喋ってる時の表情ってやっぱりその嬉しそう、嬉しい話をしてる時は嬉しそうな顔してるし、うん、怒ってる時はやっぱ怒ってる顔してるし、あのそういう表情っていうのは実はそんなに違わないなっていうのはすごく思ったので、だからその下に字幕は出てるんですけど、なんとなくその見てると伝わってくるものがありますよね。そうですね、はい、なるほど、そうか、いや一個解決できてよかったです。あ、だってその一、あ、でもね、一番ね聞いておきたいのはあのラオスの村ぶりの人とかがあのスマホとか持ってるじゃないですか、はい、あの人らはどこで充電してるんですか。片道最低6時間かかる村で充電して、でも充電しても帰ってきてずっと音楽聴いてたりとかしたら切れるわけですよね。そうですね、でこれ切れたらまた6時間かけて行って充電して帰って行くしかないし、はい、あとまあ電波は通じてないので音楽プレイヤーとして使ってるだけなんです。別に電話じゃないんです。なるほど。なるほど。なるほどな。そういうことか。
ラオスの流行歌を聴いてて、はいはいはい、でその鼻歌で歌ったり、うんうん、映画の中にも出てきますけど、はいはい、ダメ旦那が、はいはい、なんかそれを真似して即興的に歌ってたり、やってましたね、はいはい、お酒飲んでね、はいはい、いい気持ちになって、そういう風に使ってるだけなので、なるほど、電話ではないです。なるほど、別に切れても何しても、あの切れたら切れたでいいんだ、別に。あの聞けなくなるだけっていうことなんですね。ああ、いや、これでもどうやってんねやろってすごい思ったので、そこは聞いときたいなってすごく見ながら思ってたんですけど、はい、ではですね、まあ、監督からですね、あの、まあ、ご覧になっていらっしゃる方に、メッセージを最後にいただければなと思うんですけど、はい、はい、僕たちのね、世界から離れている今の21世紀のラオスの森の中でまだ狩猟採集民生活をしている人たちがいるということで、まあ、僕たちから見たら縄文人みたいな生活がまだ残っているということなんですけど、でも実際見ていただくとそんなに僕たちと遠くないというか、森の生活の中にもいろんな問題があったり、夫婦喧嘩があったりですねするわけなんですが、あの遅れている人たちっていうふうに見るとそれまでなんですけど、実はそこから学べることもいっぱいあるんじゃないかなと思います、うん、僕たちがね、あのいろいろ失ってしまった共同生活っていうんですかね、食べ物をみんなでシェアしたりとか、あるいは電気ガス水道家がなくても、あ、こんなに豊かに暮らせるんだとかですね、村の人たちは1日1時間か2時間しか労働しませんけど、それでも貨幣がない社会っていうのは可能なんだ、こんなオルタナティブな生活ができるんだっていう、むしろなんか僕たちがそこからヒントを得たり、あるいはもしかしたら未来の僕らの生活を変えていくための可能性がそこにあるのかもしれないですね。ぜひぜひ森の村ぶりを、京都、大阪、神戸で見ていただいて、いろんなことを感じ取っていただけたらいいなと思います。はい、ありがとうございました。まあ、あのぜひあれですね、たくさんの人にこれ見ていただいて、その確かにそうなんですよね、可能性っていう意味では、あのまあ、なんか今メタバースとかいろいろあるじゃないですか、そのまた違うその、まあ、先進的という言い方あんま好きじゃないですけど、あのそういう、その世界もあるかもしれないですけど、また他方でその僕たちが失ってしまったものの中に何かあるんじゃないかっていうのは、まあ、この映像の中であの一つ探せるものがあるのかもしれないなっていうのはすごく思いましたね。そういう意味では可能性のある作品じゃないかなと思うので、たくさんの人にまた見ていただきたいなと思います。はい、ということで今日は、森の村ぶりの、金子優監督と出演されてました、伊藤優馬、さんですね、はい、にお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。เอาชั่วไว้ซะบ่ไปฮอดหั่นน่ะเอาน้ําเอาน้ําอืมตักน้ําแล้วว่าจิไป彼一人でお米とか水とかちょっと取りに来てまた森に帰るそうです。だからちょうどよかったですね。すごいですね。お互いね、今まで全然会ってなかったですから、どういう反応が見られるのかなっていうことと、あと、まあ、交流が生まれたらいいなっても思いますし。โอ้ฮะกรลมต้มบูตามาจากเดือดตาบลตาตายละจะอีชอบยาโอ้เฮออีดิ้งอีโรจำกะแต่จะอีชอบมาละละกะโลปูตรตรตรเออเฮอจากคืนจากลมจากจะเดืออีเดือละจะอีชอบมาละละกะโลปูจันเนจากผู้จากเดือละตัวอีตามาเอ้ละกลัวละกลัวเป็นโอ้โหจะเจ้าเอ๋ทามันจะกันละละปู